1882回始めます。11月16日木曜日になったところです。明け方もう4時近いと思います。どんどん行きます。テレビ朝日のニュース、あ、ABC 放送か、 ABC 放送、これ今宝塚ね、で25歳の女性劇団員が死亡ということで、それ1ヶ月ぐらい前かな、1ヶ月2ヶ月ぐらい前なのかな、うん、あ、載ってるねこれ、うん、あ、25歳の女性が自宅マンション敷地内で死亡していたと、うん、まあおそらく自殺でしょうね、うん、状況から、うん、まあその一方ね、私もやろうかと思ったんですけど、まあまあまあ本当にただの事故とかね、事件性なかったりするかもわかんないで、やんなか、あの取り上げなかったんですけど、やっぱり宝塚の中でまあいじめというかパワハラというかモラハラというか、そういうのがあったんじゃないかという感じですね。でこの ABC ニュース、うん、ABC 放送、ABC テレビっていうのかな、うん、これでやってるのはまあ、うん、強烈なパワハラね、上級生から、うん、あったんじゃないか、あと残業200時間超の、うん、まあ膨大な仕事量もっていうことで、まあ、宝塚ね、私もね、もう何十年も前ですよ、あのベルサイユのバラって流行ったんですよね、うん、ベルバラ、あれは宝塚、まあ NHK かなんかで放送されたの見たんですけど、いやいや面白かったですよあれは、うん、ベルバラぐらいかな私見たの宝塚で、うん、まあ実際劇場とかに行ったことないですけどね、あれほとんど劇場で、いわゆる宝塚ファンっていうのは女性の方多いみたいですね、うん、男性で宝塚にハマるっていう人はあんまり聞いたことないですけど、まあでもベルバラは面白かったっすよ、はい、まあでも、うん、このね歴史のあるしね、歴史あるし、まあ、人気あるし、あとまあ先輩後輩上下関係とか厳しいんだろうなっていうのはあるんですけど、やっぱり現代に合わないんでしょうね、うん、これ見ると、うん、相当なパワハラというかね、上級生からのいじめというかあったんじゃないですかっていうね、まあ、うん、で25歳の女性が自宅マンション敷地内で死亡しているのが確認されたと、おそらく自殺だろうということ、劇団は11月14日昨日午後会見を開き、調査結果を公表したと、ね、調査してたんですね、うん、上級生からのパワハラやいじめは確認できなかったとする一方で、長時間労働を強いていたと、うん、強いている環境だったことを認めましたということですね。いじめとかは認めなかったと。ですが、遺族の代理人が先週会見開いて、遺族側代理人の弁護士ね、上級生のパワハラもあり、健康を損なって亡くなったということでありますと、うん、稽古中女性は下級生の失敗は全てあんたのせいやとかね、マインドが足りないとか、うん、嘘つき野郎など暴言を浴びせられたと言いますと、うん、他にも上級生から前髪を巻いてあげると、うん、称したヘアアイロンを額に当てられたといい、うん、まあこれもね、うん、これについては今年週刊誌が報じたこともありましたということで、まあこのね、うん、何々してあげるってね、前髪を巻いてあげるとか、これ女性言いそうですよね、何々してあげるって言いながらいびるみたいなこれありがちですよね、何々してあげるって言って、男はあんまりこういうことしないよね、あとマインドが足りないとかね、うん、このもうあからさまに具体性がない言葉ありますよね、やる気がない、やる気とかもそうですよ、やる気が見られないとかね、マインドが足りないとか ありますよねこれね、職場とかでね、あとまあ宝塚とか、まあ、古い組織体なんかそうですけど、まあ、私のイメージで言ったらあれですけど、芸人の世界とかね、歌舞伎の世界とか落語の世界とかってありますよね、こういうのね、先輩が後輩いびるとかね、上級生が下級生いびるとか、何でしたっけ、なんとか猿之助ね、なんか
お父さんお母さんにと一緒に、ね、3人で心中しようとしたけどその人だけ生き残ったみたいなありましたね最近ね。あの人なんかも、うん、なんか自分がパワハラとかで訴えられるのが怖くてなんとかで死にたいみたいになってどうもあの事件よく分かんないけど、うん、とにかく逮捕されてましたね、うん、とかね。あの人なんかもう顔がいかにもいじめっ子の顔してますもんね、うん、もう顔つきがねあのモラハラな顔してましたよ。パワハラというかいかにも威張り腐って威張ってんだろうなこの人何代目だか知んないけどっていう顔つきですよ。顔見りゃ分かりますよね、うん、本当にこの古臭い体質っていうのはもう時代に合わなくなってきてますね、うん、いくらでもあると思うよ、ね、歌舞伎とか、うん、落語とかこの宝塚とかあと古い組織体ね、うん、役所なんかもそうだし消防とかもそうだしこの古臭い価値観っていうかね古臭い、組織体っていうのはもう本当にねこういう何々してあげるとかね、うん、言っていびる、ね、マインドが足りないやる気が足りないやる気が感じられないとか、うん、勝手に言ってろっていう話ですよ。お前の感じが感性の問題じゃないですかっていうね、はい、で、うん、10月、取材に応じた劇団側はということで、うん、まず否定させていただきたいのは加害者被害者という言葉、加害者も被害者もいませんということで、あの劇団側宝塚側はもう全くいじめとかに関してはもう、うん、確認されなかったと、うん、いうこと。ただ、うん、まあ遺族側の弁護人の方が言うには亡くなる直前の1ヶ月間の業務時間は合計400時間を超え、ね、残業とされる時間は200時間以上、過労死ラインと言われる80時間を大きく超えているっていうことで、200時間ですから残業ね、うん、激務だったんだと思いますよ。まああと、うん、それだけになると、まあさらにね、そんだけのこのいびりとかね、上級生からのいびりとかいじめとかね、モラハラとかある上での長時間労働ってなると、すぐ人間うつ病とかね、メンタル壊すんで。まあ自殺とかねに直結するっていうのはあると思いますよ。はい、うん、でスポニチアネックスですね次、うん、かつて宝塚歌劇団に所属していた元劇団員が13日放送の読売テレビミヤネ屋に、出演、劇団内での伝統のように続けられてきたパワハラの実態について、激白したということで、この人元、うん、劇団員の女性、この人名前後から次の記事で出るんですけど、うん、まあまあ元劇団員の女性ね、遺族側の弁護士が記者会見で語ったような数々のハラスメントについて、清く正しく美しくからは程遠い暴言や人格否定があったと認めたと、ね、元劇団員、ね、上級生と下級生の圧倒的な力関係は昔からずっと存在していたと、うん、名札が曲がってるとかね、挨拶を無視したとかね、態度が悪いとか、これ会社でもありますねこれね、本当に言いがかりみたいなの、うん、言いがかりみたいなの本当にありますよ。組織でもね、挨拶しねえお前だろっていう本当に挨拶して態度が悪いお前だろっていうね、本当にもう1年先に入ったから5年先に入ったからみたいなね、なぜかその組織内での所属している年数で、まあ年功序列っていうのは年功序列なんだけど、もうパワーバランスが決まってくるっていうね、おつぼねですよ、おつぼね俗に言うね、うん、下級生が気に食わない態度を取ると、うん、上級生によって下級生が部屋に集められて、ね、反省会を強要されたと。あるね、反省会、うん、これまたあります、あります、うん、ね、話し合ってると上級生が部屋をどんどんどんと激しく叩くと、うん、出ていくと長時間の説教が待ってた、出ました長時間の説教、
私もね、もう長時間説教されたことありますよ。でお風呂にも入れさせてもらえないとかね、うん、食事も取れないとかね、取らさせてくれないとかね、間接的に。で説教が朝まで続くこともあって寝られないとか、もう本当に。あと上級生だけじゃなくて振付師からもね、体型が崩れたと指摘された時には、ね、演出家やあの劇団員がいる前で前に立たされて永遠と罵詈雑言を浴びせられた。まあね、舞台に立つある人だから体型崩れたとかいうので体調管理とか体調維持、うん、スタイルの維持とかも、まあ、大事なのは分かるけどね、延々とみんなの前に立たされて罵詈雑言浴びせられると。で長時間労働でね、睡眠も少なかったということの中でそういうのがあると本当答えるね、うん、何の誇張もなく早朝から深夜まで稽古だったとね、元劇団員の方。もう朝早くから夜遅くまで稽古の連続、うん、まあ長時間労働はね、どの業界でもそうですけど、本当にね、うつとか、精神疾患の本当に根本原因ですから、はい。でこの元劇団員の女性ね、東小雪さんっていいですね、名前出してて、うん、でこの方いいのがね、私がこうして証言を続けているのは自分も加害をしてましたと、うん、加害者だったからなんですと言ってね、この人ちゃんと言ってますね、偉いですや、うん、東小雪さんね、うん、2006年に、うん、対談してるっていう人、東小雪さん、いや勇気いると思いますよ、自分も加害者側だったんですと、うん、ね、下級生余暇っていうみたいですけど、余暇生っていうのかな、下級生の時は私が被害者だったんだけども、うん、進級して本科生、過去上級生になって新しい余暇生が入ってくるときに引き継ぎがあってと、今度は私が加害者になって下級生たちを怒鳴っていたと、うん、取材で見えてきたのは劇団の中で受け継がれてきた異常とも言うべき、うん、上下関係の実態だったということ。これいじめあるあるですね、うん、加害者被害者がすぐ入れ替わるという、ね、これまで被害者だったんだけども、ね、自分が上級生になると加害者になる、ありますねこれね、いじめも持ち回りみたいなのありますね。昨日までいじめられてた人が今日からいじめっ子に回るみたいなね、今日までいじめっ子だった人が次いじめられっ子になるみたいなね、本当にありますよ、うん、たくさん見てきた私もね、こうやってね、小雪さんみたいに自分も加害者だったと、うん、言える人っていうのはね、意外に少ないよね、うん、いっぱいあったんだと思うよ、いっぱいあるんだと思うよ、この宝塚なんて本当にもうイメージ失墜だねこれね、うん、まあ分かっちゃいたけどね、宝塚もそうだし、あのジャニーズもそうですよね、うん、ジャニーズなんかのあの問題ももう傍から見てあからさまにあのジャニーさんの性加害なんていうのはまあ薄々みんな感じてたんじゃないですか、うん、あの業界見てる人は、うん、ずっと言われてましたからね、週刊誌とかもねちょくちょく出てきてたし、うん、笑いのネタにもなってたからね、その昔、うん、洗礼みたいな感じでね、ジャニーさんの洗礼みたいな感じで、もう本当にもう時代は変わったっていうことですよ、うん、あの組織内でもありますよ本当に、上級生による下級生いじめ、新人いびりね、あのろくに仕事もできないのにいびる人ね、さっきね、どっかの町長のパワハラ発言やりましたけども、あ、まあ、町長でもそうだし、ね、部長でも課長でもそうだし、あとね、まあ、民間の会社でも、ね、組織でもどこでもそうですけど、もうちょっとでもね在籍の期間が長いともう先輩面だから、うん、ろくに仕事もできないし知識もないし頭も悪いのにどう見てもね、そういう人が本当にね、長く居座ってね、いびってくるというのがよくある光景ですよね、本当に。もう経験がないんだから、その会社でしか、その人はね、勇気もなければ実力もないからそこの会社に居座るしかないということを分かってるんでしょ、分かってるから自分のね
足りなさが分かってるからこそ他の人にねマウンティング取ってみたりするんですよ。そういう人は、私も数々のね、マウンテンゴリラみたいなの見てきましたから分かりますけど、はい、宝塚ねちょっとやばいんじゃないですかっていうことですね。これ会見でパワハラね、全面否定してるから宝塚側、これはね本当にまず認めないよね組織ってね。でまず隠蔽するから、これ観光令敷かれてるでしょ、もう宝塚ね内部ね今現役の、うん、これがポロッポロッと喋り出すんですよ、これが観光令敷かれててもね。で結局もう予言しておきますけど、宝塚ねパワハラとかいじめとかあったという、ね、認めざるを得ない状況になると思いますよ、そのうち。はい、絶対イメージ悪くなるね宝塚も本当に、うん、ということです。あ、ということで最後、日刊現代か、秘密の 花園宝塚歌劇団の暗部と秩父ということでね、いじめパワハラ認めずブランド失墜で、受験者権に拍車ということで、まあ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 、書いてますね。毎年40人の合格者数に対して1000人以上の受験生、うん、がいるんだけども、うん、目指している、あの宝ジェンヌっていうのかな、目指していたんだけども、最近はねどん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 、倍率が下がってきてるということですね。40人の合格者数に対して1000人以上が応募したんだけども、ね、その応募者数がだんだん減ってきてると、うん、2018年から1000人切って21年には697人、2022年には692人、2023年には612人ということで、まあ、倍率は15倍とか17倍とかなんだけども、応募者はもう過去最低を記録しているということですね。で実際宝塚これ卒業しても舞台で活躍できるのはほんの一握りみたいですね、はい、さらに過酷な上下関係やいじめまで発覚したのですから、来年はさらに応募者が減るんじゃないかということ。まあブランドイメージっていうかね、そういうのはあるんでしょう、うん、で舞台でね卒業してから活躍できるのはほんの一握りですね。テレビなんかでね元宝塚みたいなの出てよく見ますけども、ああやって卒業してから芸能界とかで残るのはほんの一握りみたいですよ。宝塚が最大のブランド力ということでね、ね、ブランド力発揮するのはお見合いの際の自己紹介の欄でしょうと、うん、関西地方の名士とか資産家に嫁いだという、ね、宝塚 OG は数多いと、うん、いうことで、まあ宝塚出身ということでね箔がつきますよね、うん、なんとなく、うちの奥さん元宝塚なんだよなんて言ったらね、まあまあまあ誇らしいような、うん、とこもあるんですけどということでしょう、はい。まあしかしね絶えないねこのいじめとかねパワハラモワハラ、うん、ほとんど犯罪だからこれ。いや風呂に入らせないとかね、食事取らせないとかね、睡眠取らせないとか、いや本当にね考えられないね、うん、ね額にアイロン当ててね、うん、髪を何カールしてあげるとかね、何々してあげるとかマインドが足りないとかね、もう本当にありがちないじめですよね。本当に上級生から下級生に対するもう基本中の基みたいな、いじめの典型みたいな形ですよ、はい、ということです。はい、宝塚ね、これからごたごた結局ね認めることになると思いますよ、いじめとかパワハラとか、はい、終わります。1882回、チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。